カジキザ・アール星は、カジキザにある反規則変更星である。カジキザの構成ではあるが、レチクルザとの境界線近くに見える。アールドラダスという名称は変更星の命名法である、アルゲランダー気法によるもので、カジキザ・ピー星というバイエル符号も付与されている。地球からの距離は約191光年である。 製造の核半径は約27.2ミリ秒と測定され、基地の構成の中で地球から見た時の大きさが最も大きいものの一つである。そこから推定されるカジキザ・ R ールの実際の大きさは半径が 1.60au で太陽の約343倍となる。この星が太陽系の太陽の位置にあったとすると火星軌道も飲み込まれるくらいの大きさである。 カジキザ・アール星の平均的な死闘級は5.4等である。肉眼でかろうじて見える程度の明るさだが、赤外線では非常に明るい構成で、近赤外線の J バンドでの明るさマイナス2.6、等級は M 型星の一等星に匹敵する。高度は太陽の6830倍になる。カジキザ・アール星の死闘級は4.8から6.6の間で変化する。 半規則型変更性の SRB 型に分類されるが、変更母子総合カタログでの変更周期は338日と、SRB 型にしては異常に長く、ミラ型の変更に近い。長年にわたる、カジキザ R 製の観測を分析した結果、332日程度の周期と175日程度の周期と、2種類の脈動の振る舞いを行ったり来たりしており、 ミラー型から進化して、次の段階へ移行する途上にある可能性がある。ありがとうございます。